フリート・バルターは、ドイツの作曲家。ドレスデン近郊のオッテンドルフ・オクリラ出身。幼い頃より、ピアノチェロ・オルガンホルンを学んだ。17歳で、ホルン奏者としてデビューし、ゴータやゲーラの劇場で活動したが、1929年の世界大恐慌の影響で失業した。その後ベルリンに出て、映画音楽の作曲技法をジュゼッペ・ベッチェに学んだ。さらに、 ベルリン音楽大学でアルノルト・シェーンベルクに支持したが12音技法は受け入れなかった。その後はキャバレーのミュージシャンとして活動したが、ナチス政権が誕生すると政治との関わりを避け、ライプツヒの放送局の仕事に就いた。同時にライプツヒではヘルマン・アンブロジウスの下で学んだ。オランダ滞在の後、1938年にはオペラ、 エリザベス女王を作曲し、グスタフ5世臨席の元ストックホルムの王立歌劇場で演奏された。この成功により指揮者のハインツ・ティーティエンは新たな作品を移植し、さらにバルターが兵役に取られないよう尽力した。そのオペラ、アンドレアス・ウォルフユースは1940年にベルリン国立歌劇場で初演された。1943年にはプラハでバレエ。 クレオパトラが上演され、1944年にはアドルフ・ヒトラーによって天才名簿に掲載された。第二次世界大戦後はベルリン国立歌劇場のコレペティトールを務め、1947年からは25年に渡ってアメリカ軍占領地区放送局で指揮者、編曲者として活動した。500以上の作曲作品と250の民謡からの 編曲作品がある。ありがとうございます。